ヒマラヤタールは、牛カタール属に分類される、グーテイルイ。インド北部、中華人民共和国南西部、ネパールのヒマラヤ山脈アメリカ合衆国、ニュージーランド、南アフリカ共和国へ移入、定着体長オス150から175センチメートル。オナガオス15から20センチメートル。肩高オス90から100センチメートル。メス80から90センチメートル。 体重オス80から90キログラム、メス60から70キログラム。顔や獅子全面の毛衣は、暗褐色や黒褐色。目上部や粉端に白い反紋が入る。胴体の毛衣は、赤褐色や暗褐色で、背面の正中線上に沿って暗色の縦縞が入る。角はやや短い三日月状で、先端が内側へ向かう。 拡張オス30から3 8 8ンチメートル、メス20から2 5トル。角の断面は三角形。角の前端内側に両線状の隆起があり、両にはイボがある。粉炭は体毛で覆われ、板状の皮膚がない。オスの成獣は、頸部から胸部にかけての体毛が非常に伸長し、縦髪状になる。縦髪の毛衣は単行褐色。 乳頭の数は4個。標高2000から5300メートルにある断崖や斜面にある森林などに生息する。小規模な群れを形成して生活する。植生は植物食で主に木の枝などを食べる。繁殖形態は耐性。14一1月に交尾を行い、妊娠期間は177から242日。1回に1頭の幼獣を産む。開発による 生息地の破壊、食用の狩猟、家畜との競合などにより生息数は減少している。ありがとうございます。